皆さんお疲れ様です。最後まで残っていただきありがとうございます。今日残念でしたね、本当にね、最後の最後まで楽しんでいってくださいね。まずは今日も最高の応援ありがとうございました。この後こちらのステージで FC スペシャルゲームスペシャルトークショーとしまして、もう行っちゃっていいですかね。この後このステージに登場するのは、はい、わ行っちゃっていいですよね、別にね。誰も返事ください。まだ知らせ、まだ知らせ、伸ばせ言われた、まだ伸ばせ言われた、そうなの、すごい大げさだ、ダメなの、はい、まだ言わないですね、今日のゲスト言わないですね、まだまだね、さあ、ではまずですね、この FC スペシャルゲーム変わりてる、なるほど、わかりました、はい、ある演出が加わりました、はい、まずは今日皆さんにお配りしましたこちらですね、コルクボード、はい、お手元にございますか。待ってます。あ、皆さんで出していただくとすごい絵になりますね、ありがとうございます。まあ何らかの形で有効に活用いただきたいとのことですが、最近こういったピンバッジ出てるそうですね。まあバッジをこんな風にくっつけてもいいんじゃないかなということでね、用途は様々ですが、ぜひ皆さんの、ドラゴンズライフの中でご活用いただければと思います。そしてですね、次回の告知をさせていただきます。次回の FC スペシャルゲームは7月1日日曜日のジャイアンツ戦となっていますが、もうすでにチケットをお持ちの方どれくらいいらっしゃいますか。わー、すごい、ありがとうございます。あっちもありがとうございます。聞こえてるのね、ありがとうございます。FC スペシャルゲーム、ね、いろんな企画今年実施させていただいてますが、皆さんどうでしょう、楽しんでくれてますか。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。次回がですね、まあ皆さんご承知かもしれませんが、東海スペシャルということで、東海4県出身者が主役となります。その数19人、ね、多いですよね、やっぱり地元の球団ということで、東海4県出身者が非常に多いドラゴンズとなっています。そんな皆さんのお名前が記された手ぬぐいというのが次回の先着雲仙名様へのプレゼントとなっています。こちらですね、いかがでしょう、なんかちょっと相撲チックでもありますよね、東海スペシャル、そうです。こちらが次回の特典となりますので、どうぞご期待ください。はい、さあどうでしょう、ほぼ全員の方入りましたか。まもなく一塁側ダガウト、こちらのスペースで FC スペシャルゲームスペシャルトークショーを行います。まだまだ間に合います、皆さんどうぞお越しください。どれぐらいまで声聞こえてますか。聞こえる方教えてください、遠くの方、ありがとうございます。そこまで行く OK ね、はい、ありがとうございます。できるだけ大きな声で分かりやすく伝えていきますので、お楽しみください。さあ改めましてではございますが、ここからの、司会やらせていただきます、魂込めてもろもろコールドラゴンズナビゲーターの長谷川匠です。今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。いやー、今日は悔しかったですね、皆さんね。そんな中でも今日も最高の応援ありがとうございました。ぜひ最後まで楽しんでいってくださいね。ありがとうございます、ありがとうございます。さあそれではもうドアラさんは準備整ったと聞いてますが、主役がまだ、なんかみんなで散らしますね、なんかね、本当準備整ってるんでしょ。整ってない、なるほど。ブルペンスペシャルということですので、旧エンジンのピッチャーということになる、間違いないでしょう。で、ピッチャーどうなんだろう、去年からもこの企画実施していますので、去年ここに登られたのって祖父江投手でしたっけ、はい、覚えてます、はい、一回登りましたよね、はい、であと今年んイケメンの時ありましたよね、あれもあったし、どうなんだろう、誰なんだろう。あ、なんか奥の扉が開いたぞ。ドアラさん、ドアラさん、あの足はドアラさん、まずはドアラさんが到着されたようですね。じゃあ大きな拍手でお迎えください。今日も一日お疲れ様でした、ドアラさんです。さすがにドアラさんは知ってますよ。今日のゲスト誰でしょう。
ネルソンかいないよ。ずいぶん昔に帰っとる、ネルソンね、痛いですけども。ドラさん、皆さんね今ね楽しみながら待ってるところですけども、今日残念でしたねドラさんね。お何？ルナ、ほらほらほら。ピッチャーじゃないし。ブルペンスペシャルじゃないね。大体帰っちゃった人が多いですね。モヤとかね、あとね前回もね、外国人が好きですね。ゲレーロ来ないかな、これまずいですね、いなくなった上にも他球団だしね、まあ、ご活躍のようですが、まあ、その代わりピッチャーなんですけどもね、アルモンテ選手が素晴らしい活躍してくれてるからね、アルモンテいいですよ。一通りボケられましたかね。大丈夫、いやお疲れな、お疲れな、まだいていただかないと、ドアラさん時間気になる。この後スカイロールオープンショーもありますから、知ってますよねスカイロールオープン。どうぞー。相変わらず自由な方ですよね。え、最近バク転ますますすごいですよね。ギリギリだったね。勝率すごいな。実力です。さすがと天狗になっとる、天狗になっとる。おお、胸も張っとる張っとる。おお、こういう方今、腕もすごい。ああ、さすがですね。いつでもどこでも楽しませてくれるドアラさんですけどね。さすが、さすが、さすが。やっぱり歓声を浴びるのって気持ちいいもんですか。ヒューヒュー。そうでもない。ブーイングしてどうする。嬉しいね、盛り上げてくれてるのにね。さあ、あの人以外、あの人以外。こんだけたくさんいらっしゃる中であの人っていうのやめてください、ね、いつも盛り上げてくれる方ですよ。ありがとうございます。指さすのやめてください。指さしちゃダメですよ、肘さすのダメ。仲良しですね本当にね。オプションさてさて何今の。過去最大級伸ばさないといけない、これは。誰多分出てこない。これだけ集まっといていただいて、これだけ待っていただいて、ブルペンスペシャル誰も出てこない。それはさすがないです、ご安心ください。ドアラで我慢じゃ、我慢じゃないですよね皆さんね。ドアラさんいて楽しいですよね。ヒューヒュー。もうちょっとヒューヒュー言ったってもらっていいですか。せーの皆さん、ヒューヒュー。ドアラさんすげー。ドアラー。また天の弱だこれ。歓声が起きるとまたこうだ。ドアラドアラさん、しかし交流戦いいですよね。いろんなコラボ企画があってハリーホークさん、ね、盛り上げてくれましたし、ハーニーズの皆さんもね連携バッチリでした。あ、出た静止芸、出た出た静止芸。おお、困るんだよな。また今度つば九郎さん来てくれますけど、あれやめてくださいよ。試合前にこうね、ドアラさんとつば九郎さんね、2人で映ってあそこじーっと全く動かない。そのままで俺1分半喋り続けるの結構きついんですよ。あれ、あれはなんとかしていただきたい。何録画です。いやいや、ライブです。106ビジョンライブです。あれお願いしますよ、